回シンガポールっていう話を具体的に話して、あの最初の話聞いたのいつぐらいですか？6月の中旬ぐらいですね。じゃあ、でも慌ただしくもう、もうそうですね、パスポート取って、パスポート更新して、まあいろいろしてたらもう。なんか趣味とか？趣味は大岡市です。僕はまあ、日本だったら DVD とかちょくちょく見てたんですけど、こっちなんか持ってきました。こっち持ってもらったんで、時間潰すように、時間潰すように、いや、持ってもらかったんで、新しく何かを発見しようかな楽しみに、はい、まあ、みんな結構、まあ、もちろん練習はありますけど、はい、結構オフの時間っていうかそうですね。そうするとやっぱり家に、部屋にいざるを得ないことがあると思う。時間が。そうですね。まあ、何か見つけられれば。